放射の影芝生の上吸い込まれる空幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心を今俺にあるものは意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき俺たちは風の中孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。笑い声とため息の飽和した店でピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けた。 Oh, 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 oh. 行儀よく真面目なんてできやしなかった。夜の校舎窓ガラス壊して回った。逆らい続けあがき続けた。早く自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたこと、この支配からの卒業。誰かの喧嘩の話にみんな熱くなり自分がどれだけ強いか知りたかった。力だけが必要だと固くなり信じて従うとは負けることと言い聞かした。友達にさえ強がって見せた。時には誰かを傷つけてもやがて誰も恋に落ちて愛の言葉と理想の愛それだけに心奪われた。生きるために計算高くなれと言うが人を愛すまっすぐさを強く信じた。大切なのはね愛することと生きるためにすることの区別迷った。 Oh, oh, oh. 行儀よく真面目なんてクソくらいと思った。夜の校舎窓ガラス壊して回った。逆らい続けあがき続けた。早く自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたこと、支配からの卒業。卒業して一体何わかるというのか、思い出の他に何が残るというのか。人は誰も縛られたか弱き子羊ならば、先生あなたはか弱き大人の代弁者なのか。
俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか、これからは何が俺を縛りつけるだろう、あと何度自分自身が卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう。支配からの卒業、戦いからの卒業。